実に素敵な映画でした。ダイヤさんはいかがでしたか？私もとても素晴らしかったと思いますわ。ストーリーもシリアスとコメディが程よく配分されていて、役者の方々の演技も真に迫っていて、映画が終わったことにすぐには気づけませんでした。それくらい入り込んでしまいましたわ。わかります。あの世界で自分たちは絶対的に傍観者なのに、物語が始まればそんな事実は吹き飛んでしまうんです。あたかも自分が物語の一員であるかのように、心が登場人物たちに寄り添い、共に最後まで駆け抜ける。そして明かりがついた時、胸に残るのは一抹の寂しさ、彼女たちとの別れの切なさ。それが私たちを次の物語へ導くのです。雫さんは本当に物語がお好きですのね。大好きです。そしてそれを演じることも。ダイヤさんはどうですか？どうとは？演じることは好きですか？いや、私に演技など到底できるとは思えません。観客の方が性に合っていますわ。何をおっしゃいます。ファッションショーで披露した即興劇でのあの堂々とした立ち振る舞い、次々放たれる心の芯を貫くような鋭いセリフ、私はあの時ダイヤさんの中に舞台役者としての輝きを確かに見ました。その名の通り、ダイヤモンドのようなまばゆく美しい輝きを。錯覚だと思いますわ。あの時は無我夢中で、私自身もほとんど内容を覚えていないのです。できないと思うのは経験がないからではありませんか？これまで舞台に立ったことは？あ、スクールアイドルのライブは別としてですよ。それは確かにほとんどありませんが。だったらできないと判断するのは早計です。自分でも気づいていない役者としての才能が眠っているのかもしれません。今日見た映画のような素晴らしい役者の素晴らしい演技にもっともっと触れていけば、ダイヤさんにもきっと演じることの魅力がわかるはずです。もしかして今日私を映画に誘ってくださったのは。ちなみに今回の映画、偶然にも舞台化が決定しているんです。あの素晴らしいストーリーを今度は舞台で。ダイヤさん、見に行きませんか？きっと素晴らしい舞台になるであろうことは想像できるのに、純粋に楽しめる気が湧いてこないのはなぜ。共に物語の世界へ、そしてお芝居の世界へ参りましょう。